皆さん、こんこにちは。2020年、えー、賃貸管理士合格の取説・解説講義を、えー、行っていきたいと思います。YouTube 公開用となります。えー、担当はレクセニーコースの友継です。どうぞよろしくお願いします。さて、えー、それではですね、こちら。はい。 え今回は電気・ガス設備の中の電気設備の方ですね、えー、ガス設備の方は、えー、ちょっとお時間の都合でできませんので、えー、電気設備の方を見ていきたいと思います、えー、テキストで言いますと278ページですね、えー、278ページ電気設備のところ見ていきたいと思いますさあ、えー、まずですねこの共同住宅では電力会社の電気を、まあ、建物内に引き込むということが必要になります ま、これを受電というふうに言うんですけれども、この電力供給なんですけれども、まあ、大きく3種類に分かれますで。こちらがですね、低圧というものと、高圧というものと、それから、えー、特別高圧というですね、まあ、この3種類がありますと。で、基本的にはですね、まあ、もちろんこの星印ついているところで、はいまあ、若干の例外はありますけれども、基本的に、 この低圧に関しては、まあ、50kW 未満ということになりまして、まあ、高圧の場合は50から2,000特別高圧の場合はまあ2,000以上というふうになっていきますと。 で、えー、ここにありますけれどもマンションではほとんど低圧引き込みまあ、もしくは高圧引き込みということになります特別高圧ということはまあ滅多にないかなと、えー、いうことになりますねまあ、特別高圧どこで使われてるのかといったらデパートとか病院とか大学とかですねまあそういうところで採用をされていますで大きな違いとしてですねここ 低圧と高圧特別高圧の一番の違いとしてはここの電気質というものになります。 この電気質が低圧の場合はいらない高圧や特別高圧の場合は必要というふうになっていくわけなんですねえこの違いがですねまずは、えー、大きな違いになってくるわけなんですつまり低圧の場合には電気質を設ける必要がないそれに対して高圧や特別高圧の場合には、えー、電気質を設けなければいけないということになってくるんですまあこれあのイメージとしてはですね例えばその、 メールルかなんかの圧縮ファイだだと思ってておいてくださいくさこの高圧や特別高圧というものは。えー、どういうことかと言いますと、まあ、例えばメールに添付をして何、えー、かを出すって言った時に、まあ、普通だったらそのままファイルを送ればいいわけですよね。ただファイルサイズがめちゃくちゃ大きくなるとそれは圧縮して送るってことになりますよね。そうすると当然のことだから圧縮されたものは回答しなければいけないわけですよね。えー、それとと一緒なんですよ、まあ、こちらららだだったらもう低圧だったた低圧普通ののファイルを送るのと同 同じようななものなんですで。普通のファイルを送るのと同じようなものなのでまあそのままでいいでしょうと。ですがこちらの高圧や特別高圧だと、まあ、圧縮しているというイメージになりますから解凍するための設備というものが必要になってくる、まあ、そういったイメージで捉えておいていただければいいかなというふうに思います。 でえ、この電気施設なんですけれども、電気室なんですけれども、まあえー、こんなものがありますよという形で、ですね、えー、こちらのところに書いてあります、まあ、いくつかの方式があります、えー、尺中方式、パッドマウント方式、尺室方式、尺刀方式、キュービクル方式というふうにありますけれども、まあ、こういったものが必要になっていきますよと、えー、いうことになっていきます。で 今度は15内の、えー、電気設備なんですけれどもまずこの炭素3線式というのと次のページになりますけれども炭素、えー、2線式というですね まあこういったあ2つの形式が、まあ、主だってはあるわけです。まあもちろん他にもありますけれども、まあえー、よく頻繁にこういうところで話出てくるのは、まあ、この2つと、えー、いうことになります。でこの単相三線式というのは何かというと3本の電線のうち真ん中の中線線と、えー、上または下の電圧線を利用すれば1 0 0ト中線線以外の上下の電圧線を利用すれば2 0 0トが利用できるという方式ですというふうにありますけれども、まあ、これどういう イメージかと言いますとあくまでイメージなんですけれどもこう捉えておいてください何かと言いますとこの電圧線の中にはね、100のパワーが、えー、流れてると思ってください、えー、電圧線には100のパワーが流れてると思ってください中性線にはパワーが流れていないと思ってくださいゼロです とするならば、何かと言いますとこことここをつなげるとどういうことになるのかつはこっから100のパワーをもらいます。こっからはパワーをもらってません。ということで、えー、100ボルトということになるわけですね。えー、ただこの場合こっちと2つの電圧線をつなぐとどうなるのかつはこっから100のパワーをもらって、こっから100のパワーをもらえますから、そう200ボルトが使えるよと。 いうことになるわけですね、えー、ですので電圧線から100のパワーをもらって中性線からは、えー、パワーをもらってない、まあ、こういうイメージをとっておくとまあだいたいわかるんじゃないかなというふうに思います。とするならばこちら単相2線式というのは何かというと今と同じ、えー、理屈で考えれば電圧線の方は100そして中性線の方は0ではい こことここにつなげるしかないので100のパワーしかもらえませんよということになるわけです100のパワーしかもらえないということはそう100ボルトだけということですよねえー、100ボルトしか使用することができませんということになってくるんですえダモンですからもう一度こう確認をとっていきますとこのですね炭素3線式というのは 3本の電線のうち、はいえー、真ん中の中性線と、えー、上もしくは下の電圧線を利用すれば 100V になりますということですのでそう、えー、こことここを利用すれば 100V、まあ、ここ書いてないですけどこことここを利用しても同じですよね 100V ということになっていきます。 ただ、えー、中性線以外の上と下の電圧線を利用すればそうこことここで利用すれば、ね、100のパワー100のパワーで合計200のパワーということで2 0 0トが利用できるという方式になっていきますということですね。でそれに対して 単層2000式というものははこれは、えー、電圧線と中性線の2本の線を利用する方式って言っても、まあ、これとこれしかないんですから、まあ、100と0しかないので 100V だけですよということになってくるわけなんですね。まあ、こういうイメージで捉えておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、なので、まあ、ここら辺の電気設備ガス設備なかなかね設備のところって言いますのは。 まあ、イメージが湧きにくいっていう場合が結構あります。まあ、もちろんね。それを普段専門にこう扱ってるとかいう形であれば、それはね、えー、なかなかまわ、あ、かるというふうに思います。けれども、もまあ、そうでもないとなかなかねこう。 どういうもんなんだろうっていうのが、まあ、分からないとそうした時にまあなんか身近なイメージとつなげてみると分かりやすくなってくると思いますなので、まあ、ここの電力供給に関しても、まあ、イメージですよイメージとしてそのメールと一緒でこう大きいファイルを送る場合には圧縮してるだから回答するのが必要。同じようにここも ね、電力会社から圧縮して送られてきてるようなもんなんだと、えー、ですから電気室という回答の設備が必要なんだと。 ただこちらはもうファイルサイズが軽いので、えー、別にそのままでいいんじゃないんですかっていう、まあ、そういうイメージですよね、えー、イメージを作りながらまあ見ていくと、まあ、ある程度は入ってくるんじゃないのかなというふうに思います。でここのねあの電気設備に関しても炭素3線式がね、えー、3本の電線のうち、ね、真ん中の中性線と上または下の電圧線を利用すれば 100V 中性線の上と下の電圧線を利用すれば 200V っていうふうに載っていましてまあそれはそうなんですけれども。 まあ、なかなかかイメージがつきにくい。そうした時にじゃあどうやって捉えていこうって言ったらば電圧線からは100のパワーが流れてきて、ね、中性線からは、えー、パワーが流れてない。さあそうするとどこの2つに、えー、こうやってね、えー これが手を伸ばしていくのかっていうところによってそう、ね、例えばこう手で伸ばするようなもんですよねえこっちから100のパワーこっちから0のパワーだったら体の中に入ってくるのは100のパワーですよねこっちから100こっちから100だったら体の中に入ってくるのは200のパワーというふうなイメージで捉えておくとまあ、えー、なかなか理解しにくいっていうものでもですねああなるほどそういうイメージなんだなっていうところで、まあ、いけると思います。 では、えー、次に今度は小エネルギー対策ととといいいいうところを見ていきたいと思います、えー、一般的に電灯類はスイッチの、ねえー、入り切りによって、えー、点灯消灯しますと、えー、いうことなんですけれどもまあたまにですねこう自動でついたりするのありませんか、えー、なんか、あのー、例えばそのデパートのトイレとかってなんかこう歩いてるとなんかね、えー、いきなりパッと、ねえー、人がついたりとかですねする場合だってありますしまああとはですね ま、夜になると自動で点灯するなんてそういったものもありますよね。なので、まあ、一般的にはこの、ね、スイッチをこうやって入りとか切りとか、えー、いうことによってやっていくんですけれどもものによっては、まあ、光センサーとか、えー、人間センサーとか照度、えー、センサーとか、まあえー、そういったものによって自動的に、まあ、点灯したり消灯する、まあ、そういう場合だってありますと。 例えばそのタイマーで制御していましたっていう風になったらばその何が問題かと例えば人を感知するっていうんだったら人がこうやってね歩いてきたのを、ね、感知してっていうことになるわけですよね。だから必要な時にね、えー、パンとついたりとかするわけじゃないですか。えー、ですけれどもこれ時間でタイマーでやっていって夜の間だけっていう風にしていくと何が問題なのかっていうと季節によって。 全然違ったりしますよね例えば夕方の6時考えてみてください夕方の6時って明るいですか暗いですかさあ夕方の6時って明るいですか暗いですかそうですよねそう季節によって違いますよねはい季節によっては夕方の6時も真っ暗ですよええ、でも季節によっては夕方の6時って言ったらまだね、ええ、全然明るいっていう時もありますよね じゃあ例えば6時からタイマーですっていう風にセットして6時になったら自動的にこう、ね、光がつきますっていう風になったらばそれは暗い季節だったらいいかもしれませんけれども、まあ、暗い季節、ね、えだったらもう5時ぐらいからもう暗いですからね。はい、でも明るい季節だったら7時ぐらいでもまだ明るい場合ってありますからね。という風になっていきますとそう。 こう6時っていうふうにしてても、まあ、季節によってはもうちょっと早くから欲しいなっていうふうに思ったり季節によってはいや7時ぐらいでいいんじゃないかなっていうふうになったりするわけですからそれは季節による日照時間の変化に応じてタイマーの照闘、えー、点灯時間を調整する必要がありますよね。はいまあ、そういったお話ですよ。これはどういうことですかって言ったらやっぱり夏と冬とではやっぱり状況が違いますよねってそういうお話になっていきます。でそれから 電線を被覆しているビニールこれも熱や紫外線の影響により経年劣化して絶縁抵抗が弱まるため定期的な抵抗測定によって配線を交換する必要がありま,すとまあその配線とかも外にそのままになっているとやっぱりもうね、えー、熱とか紫外線とかそういうのでやっぱり劣化していくんですよね。で、劣化していって、い、うん、っっやぱりね、あのー そのままにしとくとまずいわけじゃないですか、えー、ですのであ劣化してるみたいな感じになっていったらやっぱりそれは交換する必要もありますよねっていうそういうお話になっていきますはいさあそしてブレーカーのお話ですね、えー、ブレーカーなんですけれどもまあ住居内のブレーカーが落ちる原因は、えー、入居者が一時的に、えー、数個の家電製品を使用することや漏電等がありますと、えー、ブレーカーは次の3種類ですというふうにあります まずは、えー、まあブレーカーこんな感じのもの見たことありますかね、えー、大体3つの、うん、部分に分かれていてここがアンペアブレーカーというものまあサービスブレーカーって言ったりしますけれどもね別名を、えー、ここはローデンブレーカーそれからここが安全ブレーカーという,う名前が付いてますけれどもまずこのアンペアブレーカーって何ですかって言ったらばまあ電気って契約してるわけじゃないですか はいえー、何アンペアっていうふうに契約してますので契約以上の電気が流れた場合には自動的に遮断されますと、はいえー、このブレーカーには契約アンペアが示されていますなおこのアンペアブレーカーは電力会社の所有物となりますとで漏電ブレーカー、まあ、漏電遮断器ってやつですね、えー、これは、えー、電気配線や電気製品の痛みや故障によって電気が漏れているのを えー、素早く察知して、えー、回路を遮断して感電や火災を防ぐ機器ということになっていきます。で安全ブレーカーこちらに関しては分電盤や各部屋に電気を送る各分解線に取り付けられる電気器具やコードの故障によって許容電流を超えた電流となった場合に自動的に遮断されますと、えー、いうふうになっていくわけなんですね。でまあ、基本的にその アンペアブレーカーだけは電力会社の所有物ということになります。まあ要するに、その契約以上の電気がバーンと流れた時にえまあ遮断するっていう、これは電力会社の所有物で、で、そこ、この後のところですね、各部屋に行くみたいな、そういったところに関しては、それは、はい、消費者の所有物になっていくよっていう、そういうお話になっていきますと、はい。まあつまり、ここで、 その電力会社から電気がこうきますよねでここで、えー、アンペアでこうありますよねで、まあなんていうんですかね、えー、ここのアンペアブレーカーって石書みたいなものなんですよね、えー、石書みたいなものなのでこう、えー、通っていいかみたいな感じでね まあ、石所みたいなものを想像してみてください。えで、ここでねえ、君は契約以上の電気をここに通すわけにはいかんっつって、パーンってシャットアウトしていくっていう、そういうイメージなんですよ。えー、ですので、まあ、ここに関して、アンペアブレーカーに関しては、そういう意味では、はい、えー、電力会社がこう最後のこう取り出として持ってるわけですよね。えー、ああ、君のとこ、ここ以上はダメだよっていうね、えー、そういう感じになっていきます。ただ、まあ、ここの、ローンブレーカーや安全ブレーカーっていうのは、まあ、こっちですよね。 主に,は主にはこっちのところで、ね、例えば、ねえー、電気配線が傷んでます電気製品が傷んでますとかですね、えー、あとは、ね、ここの大部分の電気が容量を超えてますとかですね一本のところにガーッと行こうとしてるとかですねこっちのお話になってくるわけですよね。はいえー、ですので、まあ、これは消費者の所有物というふうにしているというイメージを持っておくとお分かりやすいというふうに思います。 はいさあということでですねまあ、この「設備の学習」と言いますのは本当にあの まあ普段ねそういうものに触れて慣れているっていう方にとってはああれねっていうふうに実物もすぐに思いつくのでまあ結構やりやすいのではないかなというふうには思いますが、まあ、やっぱりそういうものに普段あまり触れてないっていうふうになっていくとまああんまりねふだ、えー、からあ電気室だとか思いながらまあ生活することもなかなかないでしょうからまあそういう状況だとなかなかね、えー、イメージが湧かないということもあると思います。でそういうい場合には まあなんか身近なもののイメージでえー捉えておくとまあ意外とスッと入ってきますよっていうところをですねまあちょっとこの電気設備というものを例にとってえ説明をしてみましたそれではですねえ今回はこの辺にてえ終了していきたいと思いますそれではまた別の動画でお会いできることを楽しみにしております皆さんお疲れ様でした